アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは。吉田理央です。今私は DVD の撮影で静岡に来ています。綺麗な海です。今回初めての DVD 撮影で、そしてあと初めてうなぎを食べました。とても美味しかったです。実は魚は食べれないんですけど、うなぎは食べれるみたいです。ありがとうございます。あと初めての滝を見たり、あと大好きな海で、撮影をしたり、そして釣りもできてとても嬉しかったですし、ぜひ釣りをしているところの私を見てくれたら嬉しいなって思います。たくさんぜひ私の、DVD を見てください。以上、吉田理央でした。バイバイ。撮影中一番楽しかったことは釣りをしたことです。久しぶりだったのですごく楽しかったです。地元に帰った時は朝7時くらいから海に行って釣りしたりとか、あと夕方の4時5時くらいに釣り行ったりとか、結構一日中釣りしたりします。撮影中一番大変だったこと、何やったかな。朝起きるのと、海の 砂浜が熱くて足がやけどしそうになったことと、朝のプールが冷たかったこと。冷たすぎて、ってなった。で、朝苦手なんで、本当に大変でした。頑張りました。初めての DVD の自己評価は、100点で。結構、できたんじゃない？で、私はちょっと分かんないけど、でもまあ、楽しんでできたし、一つ一つの衣装も可愛かったし、して何よりもスタッフの皆さんが可愛い可愛い綺麗綺麗って言ってくれるので、だから100点だと思います。自分の性格を一言で言うと自由人です。マイペースです。誰にも振り回されたくないし、縛られるのが嫌いな人間です。こんな私でもよかったらお待ちしております。自由人の私だし、自己中なところもありますね。自分の世界に入ってる時にこう邪魔されたくないとかあったり、あとはあんまりたくさんの人と行動するのが嫌だったり、それだったら一人で行動したいなとか思ったりするし、あと勝手にどこかに行っちゃうから、友達と遊びに行った時もなんか買い物するじゃん、友達ショッピングで服見てるじゃん。で、友達と一緒に見てたんだけど、いきなりどっかに行っちゃうから友達から電話かかってきたりとかよくするの。だから、勝手にとことこってどっか行っちゃったりしちゃうところかな。あー、理想のデートプランはもうめちゃくちゃあります。一つ目はディズニーランドとシーを一緒に行きたいなって思ってます。まだ一回も行ったことないんで、いつか行きたいですね。夢を叶えたいです。と、あとは海外旅行に行って遊びたい、楽しみたい。と、あと熱海に行って旅行したいな。とりあえず旅行がすごくしたいです、今は。で、あとはね、渋谷を歩いてみたい、一緒に。これは結構すごいやりたいなと思ってて、でもね、これもいつできるんだろうね。誰にも負けない自信のあることは、なんだろう、なんかな、自由なことかな。いや違うね、釣りかな。でも釣り上手い人いるしね。負けないところなんだろう。あ、深
深くまで考えてない。ことをことをなうんうんことを深く考えすぎないことかな。どちらかといえばまあなんとかなるっしょ、うん、これもなんとかなるよ、きっと大丈夫ってなんか生きてるような感じだから。そうこの前さクーラーがさ壊れたんだよ。水が出てきてでびっくりしてでえ待ってやばくないみたいなで電話してまあなんとかなるじゃんそれでさ。だからそうなんていうの、修理さんが来るのを待ってるとえこれなんとかなるしね、なんか生きてるねこれみたいな、自分今生きてるわっていうなんか実感も湧いた。まあ結構お金かかったんですけども結構損しましたけども、まあ原因はね私がクーラーを1年以上洗っていなかったということでした。これからしっかり洗います。はい、つい言ってしまう口癖はなんかいろいろあるんだけども、一番多いのがねえねえとあのさーかな。これは友達に指摘されてなんだろう、知った気づいたですけど、こうねえ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 みたいな、ねえちょっと来てねえねえみたいなとか、ちょとか、あとねえあのさーとか、結構言葉の接続の時にあのさー なんかさみたいな、出らん時とか出らん時にあのさーつなげたりよくする。だから連呼しちゃうね、あのさーねえねえは。得意料理はスイーツ作りも好きで、結構洋菓子とか作るんですけど、パンドケーキとチーズケーキも作ります。あとブラウニーとか、まあくらいかなスイーツは。で料理っていうかご飯とかはチキンハンバーグ、オムライス、カレー、ローストビーフ、あとムニエル、うん、あと何作るかな、餃子とかは本当に自分が暇だなと思った時は一から作ったりしますとか、あとカツ丼作ったり親子丼作ったりとタコライス作ったりしてます。今後挑戦してみたいお仕事、ドラマ、映画、一番目標のやつなんですけどもにたくさん挑戦したいなって思うし、あとはまあ7対3で7がドラマ映画なんですけど、3はバラエティに挑戦してみたいなと思います。いつも応援してくれている皆さん、ぜひ私の、初の DVD をお買い求めください。私の大好きな釣りとかをさせていただいたりして、そして初なのでまあどういう感じになっているのかは見てのお楽しみなんですけども、大人っぽい感じもありつつなんか子供っぽい私もいるので、その楽しみを、ぜひご覧ください。お願いします。これからも大好きです。バイバイ。大好きハート。